11月2日より発売開始したダッフィー&フレンズのダンシングスノーフレークスを購入してきたのでご紹介します。東京ディズニーシーにて11月2日よりダッフィー&フレンズの冬の新グッズが発売されました。販売初日にシーに行ってきましたので購入品を紹介したいと思います。このチャンネルでは東京ディズニーリゾートやディズニーストアのグッズ、ディズニーガチャやランダムグッズなどを紹介していますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくね。1点目。ぬいぐるみバッジ2900円。ダンシングスノーフレークスの衣装を着たぬいぐるみバッジです。今回のぬいばは、ステラルーちゃんのみを購入してきました。衣装が似合っていて、とっても可愛い。頭にはティアラ。衣装は刺繍と父が素敵。ミントカラーのバレーシューズも可愛い。後ろ姿はこんな感じ。とっても可愛いぬいぐるみバッジなので、大人気商品。ぬいぐるみバッジは、ステラルーの他に、ラッフィーとリーナベルがいますが、すべて品薄状態。お品切れする可能性がありますので、アプリにて、取扱店舗を確認してみてください。2点目。ぬいぐるみチャーム2400円。ステラルーのぬいぐるみチャームです。ぬいぐるみチャームは、ダッフィー&フレンズの7人が販売されていました。マフラーに顔をうずめてる姿が可愛い。ルーちゃんにぴったりのピンクのマフラーが良い。後ろ姿はこんな感じ。ぬいぐるみチャームは、オルメル君のみお品切れになってしまいました。その他は、まだ、3店舗とオンラインでも取り扱いありましたので、最新の在庫状況は、アプリで確認してみてください。3点目。ポストカード&ステッカー800円。ダンシングスノーフレークスデザインの、ポストカード&ステッカーです。ラインナップは、ポストカード2枚、ステッカー3枚、ストーリーカードがセットになっています。メインアートがデザインされているポストカード。今回のデザインも、とっても可愛い。ステラルーちゃんが、メインに描かれています。雪のようなデザインのホログラムが、キラキラして素敵。裏側はこんな感じ。裏側もカラーで、ダッフィー&フレンズが描かれてました。かわいい。2枚目のポストカードは、ステラルーデザインのポストカード。バレーシューズを履いている、ルーちゃんかわいい。こちらも雪のようなデザインのホログラムがキラキラ。裏側はこんな感じ。メインアートと同じポーズの、ダッフィーたちが描かれていました。メインアートと同じポーズのダッフィーたちが描かれていました。ダッフィー、ステラルー、リーナベルの3人、ダイカットステッカーになっています。ちょっと大きめのステッカーなので、スマホケースに入れたりすると可愛い。今回のダンシングスノーフレークスのストーリーカードも入っていました。とっても可愛い素敵な内容なので、ぜひ購入して読んでみてください。4点目。ステーショナリーセット2900円。ダンシングスノーフレークスデザインのステーショナリーセットです。セット内容は、ノートカバー、英語ノート、ケース、メモ、マスキングテープが入っています。ノートカバーの表紙には、ルーちゃんが描かれていました。淡い色合いが可愛い。裏表紙には、ダッフィーとリーナベルが描かれています。カバーには、星型のホログラムなどが入っていてキラキラ。英語ノートはこんな感じ。表紙には、3人が描かれていました。裏表紙には、バレーシューズが描かれていました。方眼紙になっているノートで、ダッフィー&フレンズの7人も描かれていて可愛い。ケースは、シンプルな金の白押しデザイン。裏側は無地になっていました。ケースには、ボールペンやペン型ハサミ、ミニカッターなどが余裕で入りました。メモは、ルーちゃんデザイン。紙に挟んだりもできそうなメモなので、使い勝手が良さそう。マスキングテープは、こんなデザイン。とっても可愛くて、使えない。どれも使い勝手が良さそうだったので、可愛くておすすめ。5点目。キーチェーンセット、3300円。ダッフィー、ステラルー、リーナベルのキーチェーン、3個セット。このパッケージのまま飾っても可愛い。ダッフィーは、水色の結晶型、星がキラキラしたりして素敵。紫色の雪の結晶チャームがついていました。ステラルーは、紫色の結晶型、バレーシューズのチャームも可愛い。リーナベルは、ピンク色の結晶型、水色の雪の結晶チャームがついていました。どれも可愛すぎる。友達と分けても、そのまま飾っても良いので、おすすめ商品です。6点目。
ーチ2900円。ダンシングスノーフレークスデザインのポーチです。メインアートがデザインされています。キラキラのポーチ、かわいい。表面はビニール素材で水を引くような感じ。内側はラメが入っている生地でキラキラ。裏側はこんな感じ。こっちのデザインも可愛すぎて購入を即決しました。ファスナーには白いふわふわなポンポンがついてます。開けてみると中の生地がステラルーモチーフデザインになっていました。片側には内ポケットが一つ。メイクポーチとしても使い勝手良さそう。ムチもしっかりあっていっぱい入りそうなので良いのですが、ポーチの口がちょっと固めなので少し物が入れづらいかも。でも容量は大きくてデザインとかは可愛いからおすすめ。7点目、キャンディー1000円、巾着付きのキャンディーです。オーガンジーとサテンの生地でルーちゃんデザインの巾着がついてきます。表側はこんな感じ。とっても可愛い。淡い色合いの巾着可愛すぎ。中にはミックスベリー風味のキャンディーが入っています。キャンディーの個包装まで可愛い。裏側はこんな感じ。ダッフィー、ステラルー、リーナベルの3人が描かれています。メイク直しポーチとしても使えそうな小さめ巾着。お土産にもおすすめなのでチェックしてみてください。8点目、ショッピングバッグ1000円、メインアートが描かれたショッピングバッグです。限定デザインはワンサイズのみの展開で、 S サイズのショッピングバッグより少し小さいみたいです。とっても可愛い。マチ部分のデザインもとっても可愛い。今回販売された大きめぬいぐるみは入らない可能性がありますので、店舗で大きさ確認してみてください。9点目、ぬいぐるみバッジ2600円、クリスマス衣装を着たぬいぐるみバッジです。ぬいぐるみバッジはダッフィー&フレンズの7人が販売されていました。シェリー・メイは赤いフード付きのケープとチェックのスカートを履いています。とっても可愛い。冬のぬい場だけではなくクリスマスバージョンも販売してくれるの嬉しい。後ろ姿はこんな感じ。スカートにはミッキーシェイプが刺繍されています。とっても可愛いのでおすすめ。10点目、ぬいぐるみバッジ2600円、クリスマス衣装を着たステラルーのぬいぐるみバッジです。ルーちゃんは赤いワンピースを着ていて素敵。サンタ帽も可愛い。後ろ姿はこんな感じ。クリスマスバージョンのぬいばはシェリーメイとステラルーの2人のみを今回は購入してきました。2人一緒に飾るととっても可愛い。クリスマス衣装のぬいぐるみバッジも一部お品切れなど出ているので、購入の際はアプリを確認してみてください。11点目、スーベニアドリンクボトルプラス1300円、ダンシングスノーフレークスデザインのスーベニアドリンクボトルです。ボトルのデザインがとっても可愛い。ボトルにはステラルー、ルーちゃんの衣装やバレーシューズ、ダッフィーとリーナベルが描かれています。踊っているルーちゃんも可愛い。飲み口にはインナーキャップが入っているので、ティーバッグを入れたままでも飲み物を飲むことができて便利。販売店舗の対象商品を購入すると、プラス1300円で購入することができます。ドッグサイドダイナーで購入したので、もうすぐ販売終了となってしまう。ハロウィンスペシャルドリンクにプラスで購入しました。11月8日から、ドッグサイドダイナーでは、クリスマスメニューのスパークリング、ゼリードリンクが対象商品となりますので、お間違いなく。チャンネル登録よろしくね。いかがでしたでしょうか。すでに品切れなども発生してしまっている大人気ダッフィー&フレンズのダンシングスノーフレークス。今回ご紹介したグッズはほとんどがまだ購入できるので、ぜひ参考にしてみてください。在庫や販売店舗の最新状況は公式アプリにてグッズ購入しに行く前にご確認をお願いします。またグッズ販売初日のパークの回り方や1日のスケジュールなど、インレポを YouTube のコミュニティや X に投稿しておりますので、参考にしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価をお願いします。では、また次回お会いしましょう。またね。